皆さんこんにちは、LL ウッドです。はい、鈴木です。はい、はい、まあ、今回ちょっといつもと感じが違いますけど。そうですね、違う組み合わせですね。はい、でも久しぶりですね。そうですね、はい、2人動画久しぶりですね。結構久しぶりですね。はい、はい、今回はこちら。はい、こちらですね。はい、はい、こうなんとですね、自分がですねインスタとかでちょこちょこ投稿してて、まあ、気づいてる方がいらっしゃるかもなんですけれども、今回、3月18日金曜日ですね、20時から発売するこちらの M47 デニムパンツをヒットに、ちょっと私が手掛けるアーミーバイワイファっていう、ブランドがですね始まります。おめでとうございます。はい、これはありがとうございます。あれですか、名前の通りこのワイパーとは別ラインの、はい、LL ウッドのブランドということです。そうですね、ちょっとこう、まあ、ワイパーインクとはちょっと別の角度で自分の解釈を入れた、そういったブランドになってます。なるほど。はい、まあ、結構その、まあ、うちのワイパーインクも、はい、いろいろ、まあ、プロダクト、まあ、その割と比較的お手頃なものから、まあ、国産にこだわったものまでいろいろ作ってはいるんですけど、はい、このアーミーバイワイパーも結構ものづくりとしてはかなりこだわったと聞いていますが。はい、まず生地からちょっと話しますと、まず今回ですね、はい、ちょっと使われているこの綿からなんですけれども、うん、いわゆるちょっと綿のカシミヤって呼ばれてるスーピマコットンの蝶々綿を使用して、はい、もうなんとそれを、存分になんかこう使って14オンスで仕上げてるような、うん、結構あれですね、ちょっとそこにこだわりがまず一つです。はい、結構高級綿なんですけれども、ね、スウェットだったらそのタオルとか、はい、気持ちいいシャツとか、はい、そういった感じで使われるか、まあ、コットンの多いコットンではあるんですけれども、はい、ちょっと細い長いからです、ね、それを存分になんかこう折って折って、しかもこれですねワイパーオリジナル木型で、おお、すごい。そうなんですよ、どこにも出回ってない生地なんですよ。はい、いやすごいですね。はい、もうこのなんていうかヴィンテージデニムとはまた表情が違うというか、すごいこの上品な感じがします。そうです、はいはい、まさにそれを狙ってました。あ、上品な店なんかなんていうんですかね、はい、上品な顔をしながらもちょっと14層14オンスという武骨さっていうのをちょっと表現した方なので、はい、あ、そういった確かに、はい、うん、で有名なところでスーリンコットンとか同じ有名なですね、はい、コットンで有名な航空麺使ってるったりとかするんですけれども、はい、なんとこちらスーピンは、まあ、アメリカ産っていうところ。ああ、なるほど。そうなんですよ、まあ、そこはちょっとやっぱりこの LL ウッドの好きなルーツを辿った。そうなんですよ、はい、アメリカが大好きなので、はい、M47 っていうこのルーツを持ってきながらも、その上でさらにアメリカを出したっていう、そんな感じですかね。なんかこれすごいですね、はい、その一発目のプロダクトからかなりこだわりが感じられるっていうか、はい、これ実はですね、ほぼほぼ LL と主導で進めてたので、はい、僕もあんまりこの商品に関して実は把握してないんですよ。はい、なんで、まあ、ちょっと今回はですね、はい、僕もこのゲストとして、うん、まあ、これに関してですね、皆さんの代わりとして、はい、ちょっと質問していきたいと思います。はい、でもすごいですね、この、うん、まあ、なんていうか僕も結構生地好きだからよく調べるんですけど、はい、この蝶々綿ってすごいこの繊維がしなやかで細長くて、はい、まあ、それだけ一本一本の糸が長いから、はい、それだけ希少 で、 そうです、でしかも米国の綿を使ってる、ね、それをさらにデニムの聖地である岡山で、岡山で食器をなんかで、はい、なんかこう作ってもらったっていう、うん、そういったもう完全オリジナルリッチな、はい、そういった木型になってますので、あ、まあ、多分なんか杉さんもこう手に触れてみると分かると思うんですけど、うん、裏がリジットながらも結構いい、すんごい滑らかっていうか、確かに確かに柔らかいっていう感じですね。うん、いやこれはでもすごいな、うん、なんか前期型の本当 M47 のデッドみたいな、うん、こうなんていうかつるんとした生地の感じに結構近いのかなと。厚みもそれぐらいですかね。厚みもそれぐらいです、ね、うん、まあ、むしろ多分14オンスなので、多分上ぐらいですかね。あ、なるほど。結構厚みで仕上げてました。はい、うん、すごい。であとはちょっとですね、自分がちょっと M47 結構好きで、はい、レッドストックと普通の、まあ、ユーズド2本持ってるんですよ。はい、どっちも一応サイズは35なんですけれども、うん、ちょっと35ってちょっと大きいんじゃないですか。あ、まあそうですね、ゴールデンサイズからすると少しウエストは大きめですね。ウエストが大きめなんで、はい、結構ベルトでキュッと絞って、うん、でもなんかそのワイドなシルエットがめちゃめちゃ好きだったんですよ。逆にそうですよね、巷だとやっぱり23とかそこら辺が人気だと思うけど、そうそうそう、そこが人気なんですけど、はい、自分はあえてここのなんか複雑さっていう、やっぱそのワイドのシルエットが結構大好きで、うん、どちらも35なんですけれども、うん、
やっぱりウエストがでかいのがちょっとネックな部分があって、はいはい、今回はですね、なんとあの後で画像で、うん、ここであのウエストスタンプをつけてて、はい、絞れるようになって、あ、なるほど、はい、この両脇にアジャスターがついた、そうです、はいはい、実際なんで自分が着用するのがだいたい L で90センチぐらいのウエストで、はい、自分にもでかいんですけれども、うん、両方縛るとちょうど85ぐらいになるので、はい、もうあのベルトなしでも普通に履ける、なるほど、そんな感じの仕上がりにしております。じゃ あえて大きめですけど、はい、それを 絞る前提で履くみたいな感じで、そうです、はいはい、でサイズ展開は M と L と XL の3サイズだけちょっと展開するような、はい、そんな感じですね。この、はい、LL さんが着用しているので L サイズ、うん、L サイズ、あ、じゃあちょうど中間のサイズです、ね、ちょうど中間のサイズで、はい、まあ、でもまあ自分と同じ身長と体重の方にしたら一番重要の多いちょっとこう身長なんじゃないかなと思って、うん、はい、まあ、これはもう本当にですね、少量生産、やっぱり生地も結構こだわったりとかするので、はい、うん、そこまでやっぱ大量に作られるものではないので、少量でちょっと皆さんにちょっとあの受注ベースでお届けできればなと思うので、はいはい、そういった思いで作ったものです。うん、まあ、はい、確かにうちとしても結構初めての試みだから、はい、まあ、あの今までのアプローチとは全然違う解釈だと思うので、はい、まあ、これはでも本当に多分好きな人は本当に好きにはまるプロダクトだと思うから、はい、まあ、まさにその受注生産とかだったら確実に、まあ、そうですね、うん、買えますよね、はい、あとこちらのこうボタンとかもですね、結構こう細かい部分は結構こだわってます。ああ、アルミ製、アルミボタン、アルミ製で結構なんかマットな感じの仕上げにしてて、はい、そういった部分もちょっと寄せたりとか、はい、まあ、なのでまあパッと見まあその M47 なんですけれども、ちょっとところどころそういった自分の解釈を入れてるような、そんな感じのパンツになってます。はい、すごいですね。まあ、形、はい、基本的なデザインは M47 ですけど、はい、まあ、先ほどのウエストのアジャスターだったりとか、はい、まあ、色々と、まあ、この両脇とかのステッチもすごい綺麗ですね。はい、あとなんか現代でやっぱりちょっとあんましないようなものを作るよ、ちょっとなんか現代のデニムパンツってウエストの仕様とかもこうやって1枚を折って縫製するような、はい、そんな感じになってるんですけども、うん、これはもうあえて2枚立てにしてちょっとすれき生地を当てて作ったりとか、はい、本当あのそういった部分にこだわってて、まあちょっとあのなんかこうかっこよく着こなせる、はい、着こなせるようなそういったパンツに仕上げてるような感じです。なるほど、はい、まあ、やっぱりこの LL ウッドといえばミリタリーもですけど、うん、デニムが好きということもやっぱりあるので、はいはい、まあ、実際これ今履いてるのは、はい、そうです、これも今後のなんかちょっと、まあ、この M47 の次に展開するちょっと M52 だったりとか、おー、そういったちょっとこうアーミの別のなんかシャツだったりとか、はい、なんで前半でなんか皆さんにお見せできるようなものは全て一応デニムから始まります、はい、その後ちょっとデニムじゃないものもあったりとかするんですけれども、うん、やっぱりデニムがもう大好きなので、ちょっとまず最初はやっぱデニムで何かをお届けできればなと思いまして。なるほど、はい、まあ、でもデニムとミリタリーってやっぱ相性いいと思うので、はい、まあ、そういうのが好きな方でさらにこの岡山で作られたというアイテムはかなり希少性も高いんじゃないかなと。いや、多分、はい、あともうこれスーピマコットなので非常に綺麗なちょっと色落ちをするのが特徴なので、はい、これはですね、普段なんかこうリジットデニムとかだったらまずワンウォッシュして自分の体に合わせて入ってくださいという提案がどこのブランドもすると思うんですけど、はい、これはですね、本当この袖をなんかこう触った瞬間多分お分かりいただけると思うんですけれども、リジット状態があまりもうちょっと良すぎるので、はい、ぜひリジットから育ててみてもらいたい、そういったデニムですね。うん、はい、まあ、でも確かにそのウエストもその絞る前提なんで、うん、はい、まあ、逆にそのしっかり洗って乾燥機かけたらむしろちょうどいいぐらいに縮まる、うん、はい、ちょうどいい、多分縮むと思います。一応なんかこう普通の洗いで約 3% ぐらいの縮みは発生するんですけれども、うん、まあ、乾燥機かけたら、まあ、ちょっと乾燥機はまあおすすめできないですけど、はい、なんか結構縮み率は結構、はい、はい、まあ、でもいいんじゃないですか、その見洗いでも問題なく履けるし、はい、縮んでもちょうどいいぐらいになれば、そうです、うん、どっちに転んでも OK という、はい、そうなんですよ、めちゃめちゃ小さいサイズはないんですけれども、はい、ある程度こういったあの大きく履きたい方にはもう本当おすすめで、うん、もう骨なそういったもう自信作ですね。なるほど、はい、いやすごいな、まあ、でも M47 やっぱりまあ実際実物でもすごい希少価値高いアイテムにはなっていますけど、はい、うん、まあ、逆にさらにこう生地にこだわったまあ別の角度からのアプローチということで、これ新しいんじゃないですかね、はい、まあ、そうですね、うん、ちょっとこうブランドコンセプトがですね、ちょっといい出会い、ちょっといいアイディア、いい出会いっていうのをちょっとあのコンセプトにして、はい、その後ちょっとまあ、ブランドテーマとしてはまあ出会ったことのない、出会ったことがあるものっていう、はい、のをテーマにしてるんです、ね、なんでまさにそういったなんかこうなんとなくこう古着とかどっかで見たことはあって、はい、でもこういうのはないよねとか、うん、
あとなんか自分結構古着が大好きで、はい、まあ、鈴木さんちょっと分かる、ね、まあ、結構洋服が好きなんですよ、はい、結構多分他の方よりなんか、まあ、持っているよりかも着用する回数が全然違くて、はい、そういったものをちょっとやっぱ着ていく中で、この部分こういうのがあったら欲しいとか、はい、そういったなんていうんですか、単純にサンプリングじゃなくて、そのなんかこう足していく作業と引いていく作業をちょっとするような、そういったテーマで作ってますので、うん、はい、結構ちょっとこうあるっちゃあるけれどもないみたいな、ないけれどもあるみたいな、はい、そういったなんかこう面白さもあるんじゃないかなと、はい、個人的なそういった部分もちょっと楽しんでもらえたらなと個人的には思ってます、うん、はい。ちなみに、カラー展開はじゃあこのワンウォッシュ、ナイノウォッシュ、リジットリジットオンリーです、はい、なるほど、はい、でもこれちょっと洗ったらどんな感じになるかとか、はい、経年変化もちょっと見てみたいですね。あ、そうですね、うん、これはちょっと今後、まあ、一応ですねファーストサンプルで作ってボツになったのがあるんですけれども、あ、そうか、それ普段結構履いてました。そうです、そうで す, そうです、はい、これがファーストサンプルで、ここからいろいろちょっと修正を加えたんですけれども、はい、まあ、ここをちょっと洗ったりとかして、うん、まあ、そういったものもあの、まあ、自分のインスタだったりとかですね、アーミーのなんかインスタを見てくださってる方もちょっとチェックできるんじゃないかなと思います、うん、ちなみに最初こんな感じで14オンスのデニムをベストで2枚立てにしてるので、うん、はい、そかそか、これなぜボツになったかって言ったら分厚いデニムをさらに2枚重ねとかしちゃってて、はい、なんかボタンの履き締めがもうそーっときつくて、ガチガチに固くなっちゃうなりすぎてて、それをですね、はい、ちょっとこうよりあの現代で使いやすいような仕様にちょっと変えたりとかしてました、はい、なんで見た目はほぼ一緒なんで、まあ、こういうすれ気遣いを、結構増やして履きやすさも考慮してますと、はい、なのでまあこれが逆にですねコントラストっていうか、まあ、そういうのもなって、うん、まあ、ポイントに、まあ、なってるところもあるんですね、はいはい、結構かっこいい面してると思います、うん、どうでしょうか。いや、いいですねじゃあこれは、はい、サイトの方、まあ、うちのワイパーの、うん、公式サイト、まあ、および、はい、まあ、他のストアもですかね。そうですね、ちょっとこの度ですね、はい、アーミーバイワイパーのサイトを別途作ったんです。あ、なるほど。それはそれで、まあ、そこでは販売はもちろんするんですけれども、もちろんワイパーの本店とヤフーとアマゾンと ZOZO、うん、4店舗でちょっと、はい、発売予定です、はい。まあ、楽天でなぜできないかって言ったら、ちょっと受注期間が2ヶ月くらい、なるほど、はい、かかりますので、はい、デリバリーまでですね、皆さんに購入してから販売までの期間が長いから、期間がちょっと、はい、皆さんにですね予約販売になってますので、ちょっとお待ちいただかないといけないので、その期間がですねちょっと楽天側でちょっと認められなくて、はい、楽天では渡せてないんですけれども、その他のワイファの店舗では、全て販売する予定ではございます。はい、はい、じゃあ、まあ、その販売して、まあ、普段ご利用しているサイトとかで、うん、まあ、ぜひですね興味ある方は、はい、受注の方待ちしてます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。かなりいいものにはなってると思いますので、はい、いいですね、はい、いや、いいな、なんかそういうちょっと自分の結構これは夢叶ったんじゃないですか。いやー本当夢叶いました、うん、はい、自分のブランドを持つと、そうなんですよ、はい、自分がこのディレクターに就任するっていうのは、ちょっともう本当夢でも思ってなかったことなので、はい、相当なんていうんですかね、ちょっと今少し舞い上がっております。いやでもいいことです、はい、ミリタリーとデニムでさらに自分の好きなものを作れるなんて、はいはい、これはもうかなり自分のしたかったことを一つ実現できたんじゃないかなと。いや、そうなんですよ、うん、ちょっともう半年くらいかかったかな、まずこのお見せできるまでいろいろちょっとあって、はい、ようやく皆さんにお見せできる日が来ましたので、もう本当自信作です。もう履いて多分なんかいろいろ満足しかないパンツだと思います、はい。まあ、結構他のサンプルとかもちらっと見させてもらいましたけど、はい、まあ、デニムも、まあ、それ以外のやつとかもいろいろ意欲的な、はい、面白いですね、はい、あのデザインのもの多いので、はいはい、少量生産ならではのそういったちょっと面白さだったりとか、うん、そういったのをちょっと実現できたブランドではありますので、はい、そういった楽しみも皆さんぜひ一緒にちょっとね楽しんでもらえると嬉しいです、はい。じゃあ、この動画が公開されている頃には、
もうすでにサイトの方では購入いただける形ですね。そうですね、あの金曜日の21日予定してますので、はい、じゃあまあその、期間、概要欄の方にですね、はい、告知、サイトの方 URL 貼っておくので、はいはい、ぜひ、チェックしてみてください。一応受注生産なので、まあ、その5日間しかあの受注期間がないので、あ、なるほど、悩みの期間をちょっと早めによろしくお願いします。はい、23日だったら5日間ですかね、6日間ですかね、6日間、はい、ほぼ6日間、まあ、1週間ないぐらいなんで、まあ、気になってる方はすぐに見てみてください。はい、はいはい、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じで、まあ、もしかしたらこれ、好評いただければですね、続々と2段目3段目のデリバリーの動画もこのようにちょっと紹介していきたいと思うので、はい、はい、また、はい、よろしくお願いします。お願いします。次はこちらのデニムパンツを予定してます、はい、おいいですね、楽しみ。そのパンツもいいですね、すごい。いや、意外とこれも結構反応良かったです、はい、はい、これはさらにですね、さらにすごいものを皆さんにちょっとお見せできるかと思いますので、なるほど、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、じゃあそれではまた次回、はい、さよなら。さよなら、久しぶりの2人でした。はい